人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。23日、東京元赤坂迎賓館で岸田首相とバイデン大統領、2時間15分という長時間にわたって会議をしました。そして、共同記者会見をしたんですけども、その席で記者の質問にうまく誘導されたが、バイデン大統領、台湾有事の際に軍事関与をするということを認めてしまいました。この件については、中国が台湾へ武力行使した場合、アメリカがどうするかという対応は、歴代大統領すべて曖昧な戦略を取っていたんですね。これはアメリカが中国本土と台湾は不可分という中国の主張をに対して異を唱えないという姿勢を取ってきたわけです。それをバイデンは軍事関与すると言いました。さらに核を含めた拡大抑止の協議をこれから強化していくということも言ったんですね。すなわちこの核の傘なんですね。日頃から私はこの核については中国、ロシア、北朝鮮、こういった核保有国と日本が対等にこう交渉していく上では、絶対日本もこの核を持っていないとならないという持論を持っています。いきなり核を持つというのも、もちろん技術的には可能なんですけども、世論がなかなか認めないと思うので、まずは核シェアリングですね。ヨーロッパでもドイツ、イタリア、オランダ、ベルギーなどはアメリカの核をこう借りる形で核を保有しています。日本もそういう形でなればいいと思っているんですけども、一気にですね、こういった核を含めた拡大抑止、これを強化するということも発表してしまったんですね。これに対して中国はロシアと共同で爆撃機を合計6機でしたが飛ばしています。中国の H6、 ロシアの TU-95、 ロシアがウクライナに侵攻している、こういう中でも中国はロシアと共同で作戦を展開するんだというこの現実、これを世界に知らしめたわけなんですけども、本当にですね、日本、ロシアと中国が北と南同時に攻めてきたら全く自衛隊では対応できません。本当に今回の件が第三次世界大戦につながってはいけない、つながってほしくないと切に願っています。バイデンは本当にですね、最近ボケてまして、最初からなんですけども、自分の言っていること、あるいは会った人、すぐ忘れてしまうということがアメリカ国内でも問題になっています。トップの支持率が今一番の心配だと国民が言ってるんですね。どんどんと民主党の立場が悪くなっています。そんな中、4月1日にバイデン政権が5月23日に廃止すると言っていたタイトル42、延長されました。これはルイジアナ州はじめ合計24州で共和党が強い州ですけども、タイトル42 この廃止に対して訴えたんですね。訴訟を起こしてまして、でルイジアナ州の連邦地裁判事がこの差し止め請求を出したんですね。その理由というのは、不法移民に対する州政府の、この負担が増えるということです。これも中間選挙の時に大きなポイントになると思うんですけど、アメリカの CBP 税関国境対策局によりますと、2021年10月から2022年4月までの間、国境で拘留された不法移民の数約129万人ということで、前の年と比べて 1.7 倍増えています。これがタイトル42が
廃止されると一気に増えると言われています。バイデン政権、ますますおかしくなって追い詰められているという話をさせていただきました。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。